です。モンスタージョン TV! 始まりました。モンスタージョン TV! この動画を見るときは、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、今回の動画も目指せ1000いいねでいきましょう！ということで、今回はワンピースの最強剣士ランキングをやっていきたいなと思います。ワンピースでは様々な剣士が出ておりますが、そのトップは誰なのか、それを今回考えていきたいなと思います。ランキング形式でやっていきますんで、ぜひとも皆さんの考える最強剣士ランキングっていうのをね、コメント欄で書いてくれたら嬉しいです。それでは早速いきましょう。ランキング10位、火剣のビスタ。これね、結構迷いました。ビスタをね、10位っていうのはどうなのかなと、鷹の目とね、ああいう風にいい勝負をして、果たしてそれを10位に置いていいのか、いろいろ考えましたが、まあまあまあ、この先のランキングを見てもらって、その上でこいつが10位に入るかっていうのを見てもらえたらなと思います。ポイントとしては、彼が和の国ではなく、かの国であるということから、彼を10位としております。もしこれが和の国だったらさらに上にっていう風にしておりましたが、かの国っていうのは剣士とは多分関係ないと思って、ビスタが特別剣士として強いっていう認識を持ってるんで、まあ10位かなっていう考え。ただやはり引っかかるのはミホークも彼を認めてるわけなので、彼の力がどこまで来るのかっていうのは今後もしかしたら見れるかもしれませんね。続いてはトラファルガーロー。彼がビスタより上だっていうところでは、多分剣術とかだけではビスタの方が強いであろうと僕は見ております。ただローに関してはルームがありますんで、それを使えば遠距離での攻撃もできる。そうなるともしかしたらビスタはちょっと辛くなっちゃうのかなと、ローが上に来るんじゃないかなって見方をしております。そしてローの強いところは、あのルームが結構な範囲で広げられることなんですよ。あれを広げられて攻撃をされたら避けるのは相当辛いかなと。あのルームを見えない程度で開いていって、そして相当な範囲を作りましたと。そこであの太刀を食らったら、一発目の初太刀で足は持てかれるんじゃないかなと思うんですよね。一発目をかわせればワンチャン可能性はあると思いますが、さすがに一発目の能力を知らない状態でね、戦ったら足の一本や二本は持てかれるんじゃないかなと思うんですけどね。意外とロー強い説でございます。続いてフジトラでございます。フジトラとローの相性だとちょっと難しいところでございますけどね。ただフジトラはただ剣士なだけではなく能力もございます。この能力っていうのが重力だよね。この重力を使ってまず相手の動きを一気に止めていく。そしてそこから攻撃を食らわせたらやばいよね。ローの場合は近づいたらバッサリ切られるわけなので、遠距離での攻撃をかませば OK となれば、フジトラは遠距離攻撃もできます。最悪隕石をぶち落としたら終了だよね。ということから考えてもフジトラの方が上かなともね考えております。ただ悪魔の実の相性だったりとかもあるんでね、結構感慨深いです。続いて、孔子郎。孔子郎がここに来る理由でございます。村の道場の師範でございますよ。なぜここまで来るかって言ったら、前の動画でもお話をしましたが、孔子郎はダズボーネス以上の力を持っているっていう話。そして、ダズボーネス以上っていうのは相当な位置からの力の差と僕は見ております。言うてゾロの師匠ですからね。そして革命軍との関係もあるわけですし、もし彼が和の国出身の侍であった場合、これぐらいの力はあってもおかしくないんじゃないかなと。世界政府が介入できないぐらいの力を持った国が和の国でございますからね。もし孔子郎がそこの侍であった場合、それぐらいの力はあるであろう。そうなったらビスタ以上、ロー以上、フジトラ以上っていうのも見えなくもないかなっていう考えです。まああくまで仮説ですけどね。出てきてないところからのトークだったりとか、そういった情報での考察になるんで難しいところでございますが、一応位置付けとしてはここにしておきたいなと思います。続いてはロロノアゾロ。こちらに関しては師匠を超えちゃうんですかっていうところでございますが、そろそろもうね超えてもいいんじゃないかなと思います。そしてフジトラよりも力もあるんじゃないかなと思います。じゃあビスタはどうなのかっていう話。このランキングっていうのはそのままで見てほしくなくて、あくまで相性とかもあるんですよ。そうなった時にミホークと頂上戦争でいい戦いをしていたビスタがゾロに負け
けるのかっていう話。そのまま戦ったらもしかしたらビスタの方が上かもしれないけども、ゾロが今閉じてる目を開いた場合、何か僕は発動すると思うんですよ。そうなったらビスタ以上になると思います。その場合コウシロウもさらに超えるんじゃないかなって僕は考えてるんですよね。現状としては一気に後半の方までワンピース進んでるんで、ゾロがそれぐらいの力を持ってでもおかしくはないかなと思います。続いては雨の支流、こいつに関してもめちゃくちゃ強いんじゃないかなと。マゼランがあれだけ強かったわけで、2枚看板としてインペルダウンにいた支流、マゼラン同等かそれ以上の力はあってもおかしくないと僕は考えております。そうなった場合、現状ではゾロよりも強いかもしれない。だけど先ほどもお話をしたように、ゾロが目を開眼すればいい戦いを、なんならゾロの方が上になるんじゃないかなと。言うて最終的にはゾロがシリュウを超えると思いますが、現状ではシリュウの方が強いかもしれないっていう風に見ております。やはり黒ひげ海賊団がラスボスだっていう風に考えたら、そのメンバーと当たる麦わらのメンバーたちも結構苦戦すると思うんですよ。だからこそ雨のシリュウはこの立ち位置になります。続いて4位、レイリーさんでございます。レイリーさんが今出てきたメンバーを超えるのは理解できますよね。あの瞬速での移動でございますよ。キザルを止めたあの速さ、そしてまだ見ぬ力でございますよ。レイリーさんはただ単に早く動いてキザルを止めただけとか、そういった単純攻撃しか今のところしてません。もしレイリーさんが本当の力を見せた場合、要するにレイリーさんっていうのはロジャーの船の副船長ですよ。いろんな秘めた力があるわけでございまして、それが前僕が言ったみたいに覇王家だったりとか、そういったものがあった場合、なおさらレイリーさんの力っていうのは上の方に来てもおかしくないよね。ということで現状ではゾロより上、まあこれはもちろんだよね。そしてシリュウより上、これも結構あり得るのかなと思っております。もしかしたらいい戦いをするかもしれないけど、ちょっとあまり考えたくないよね。シリュウがあれだけなんかすげえデブチンみたいな感じなんで、レイリーより早く動けるとは思えないんですよね。なのでまあまあまあレイリーさんがこの位置に来るんじゃないかなと僕は見ております。続いてはシャンクス、シャンクスがレイリーさん超えるんですかっていう話でございますが、シャンクスもいろんな能力をまだ秘めたキャラクターでございます。そして U で4校ですからね。あとレイリーは昔の世代の人物であるわけで、シャンクスに勝っちゃったらどれだけその世代っていうのは強いんだっていう風になっちゃうじゃないですか。ずっと現役ですかっていう風に話になっちゃうんで、そろそろシャンクスがそれは抜いててもおかしくないんじゃないかなとは思うんですよね。言うてレイリーとシャンクスはね、同じ船に乗ったわけで、なんならレイリーはもう大先輩でございますよね。それを超えちゃうのって言いますけど、言うて時代は流れてるんで、シャンクスの方が上かもしれないと僕は見ております。そしてシャンクスのあの剣がもしも悪魔の実を食ってた場合、それっていうのが僕がお話ししたみたいに次元島であれば次元を切ることができるっていう場合であれば、また面白いような展開になりますよね。瞬間移動をしながら戦っていくみたいな、とんでもないじゃない。切られた箇所が次元が下げてもう元に戻らないとか、どっちにしても切られた時点でもう終わりだよねって感じだけど、ああもしかしたら切られたところから次元に吸い込まれていくことがあるかもね。恐ろしい、恐ろしいね。そう考えるとシャンクス油断ならないね。続いては第2位、第2位はミホークでございます。ミホークがシャンクスより上だっていうのは理解できますよね。片腕を失ったシャンクスに対して、ミホークは今更お前と戦ってもしゃあねえよっていうことを言ってますよね。ここの発言からしてもシャンクスより上だっていう風になってくると思いますが、僕はさらにシャンクスとミホークはいろいろと謎の多い人物だと見ております。実はシャンクスは政府の犬だったってことが分かりましたよね。思いっきりミホークもそうなのかもしれない。なんならイム様の息子かもしれないとも僕は考えております。そうなった場合、彼がこの上位に入ってくるのは全然不思議じゃないと考えております。続いては五老星のハゲ五老星のハゲでございます。彼がミホークより上だっていうのも納得できる話だなと僕は考えていて、もしミホークがイム様の息子で、要するに政府に飼われている人物であったとしたら、ミホークはどこかで修行をしてたわけですよね。じゃあもしも五老星と一緒に修行をしてた場合、五老星に直接稽古をつけてもらったのがミホークであると考えた場合、これ結
結構つながってくるよね。ミホークの目見てくださいよ。イム様の目見てくださいよ。同じですよ。ズニーシャの目も見てくださいよ。同じですよ。ってことはミホークのお母さんがズニーシャである。ダダン超えてきましたよ。ここでダダンを超えるズニーシャの登場でございます。それ予想してなかったでしょ。絶対予想してなかったでしょ。一本取られたよ。ヒーハー。ズニーシャがミホークのお母さんだった説。本当にね、小田さんにこれね、文字を見られたら怒られちゃうよね。でも見られたら怒られる。いや、それはそれで嬉しいよね。光栄なことでございます。いや、本当にこんな話じゃないね。ズニーシャは関係ないね。僕が思うところではズニーシャっていうのはイム様に現実的なものをかけられたんじゃないかなと思うんですよ。だから同じ目をしていると僕は考えております。もともとは普通の目をしてるんだけど、イム様がかけた現実によって目がそういう風になってしまった。そう考えるとそこのつながりっていうのは自然だなと。そしてイム様とミホークの目が同じだっていうのは親子関係にあるからだと思います。もしも違った場合はもうね、これ確定でミホークのお母さんはズニーシャですよ。象から生まれたミホークさん、かわいいね。ということでそういう風に考えた場合、ミホークが修行した場所っていうのはやはり政府のもとであって、そこに修行をつけたのは五老星のあのハゲであると考えるのは自然ですよね。そのミホークより強いであろうあのハゲだからこそあのハゲが1位に来るっていうのは理解できますよね。僕の予想ではこのハゲとミホーク、そしてゾロが一緒に戦うんじゃないかなと思うんですよね。師匠対弟子、五老星対ミホークってことね。そして師匠と弟子のタッグバトルでございますよ。ここの三角関係やばいよね。昔論文の企画であったじゃないですか、トライアングルっていうさ、浮気した男となんか女が二人パッと行くみたいな、そんな感覚。恐ろしいよね。いやー、本当にね、あの企画はね、見てて面白かったですよ。何の話やね。ということでございますよ。この戦いが起きたらめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと僕は思うんですよね。いかがでしたでしょうか。ワンピースの最強剣士キャラクターランキングでございます。能力の相性だったりとかいろいろあるんで、このままランキングをね、受け止めて欲しくないところではございますが、仮に考えていった場合こうなるんじゃないかなっていうところでございます。ぜひとも皆さんの考えるランキング、コメント欄に残してくれたらなと思います。そんな感じで今日はこの辺で、ぜひとも最後にグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。今回の動画も目指せ1000いいねでいきましょう。そしてツイッターも私やっております。ツイッターをね、フォローしてくれたら僕にリプライを送ってください。ジョンさんフォローしましたよって言ってくれたら僕ちゃんとフォロー返しますんでね。ツイッターの方でも絡みましょう。そんな感じでまた次回お会いしましょう。 See you next time!